オリオールはソ連で建造されたロシア連邦の国境警備艦である。艦の規模からしばしばフリーゲートに分類される。艦名はロシア連邦の都市オリオールにちなむ。オリょールは11,351号計画、ネレイ型国境警備艦の3番艦として計画された。当初の艦名は第4大ソ連国家保安委員会議長にちなんだユーリー・アンドローポフであった。 この新型警備艦は極東方面へ集中配備することが予定され、ユーリー・アンドローポフも1984年1月11日付でソ連国家保安委員会国境軍会場部への配属が決定された。1983年9月26日にはケルチの BE ブートマ記念ザリー付像戦争第203工場で寄港 1985年11月2日には浸水した。1986年5月7日にはイーメニークスバイスエーズだけ p s s に解消された。これはロシア語で第27回ソ連共産党大会記念という意味の名称であった。イーメニークスバイスエーズだけ p s s はこの年9月30日には竣工した。1987年2月10日には セバストーポリオ出港、アフリカ大陸沿岸を一周して、ソ連の極東岸を目指した。ポートサイド、アデン、カムラン湾、ブラジボストークを経由し、3月25日には、ナホトカで実動状態に入った。国境や200海里入排他的経済水域の警備を、その任務とし、場合によっては国境を犯した潜水艦の撃滅や航行船舶の護衛。 上陸部隊の安全の確保を行うものとされた。特に日本海や千島列島における漁船の違法操業の取り締まりが目下の主要任務となった。1991年8月24日にソ連が崩壊するとーメニークスバイスエイズだけ p s s は他の官邸とともにロシア連邦の海上国境警備隊に引き継がれた。1991年12月1日には 共産主義的な名称を嫌いを料ると解消された。これは、ロシア連邦の都市にちなんだ名称であったが、代々戦艦などに用いられてきた由一所ある名称であった。国の経済の悪化から1万1351型国境警備艦の活動はあまり積極なものとはなり得ず、多くの艦は退役した。2007年現在、稼働状態にあるのはわずかに、 おりょうと七番艦ボロフスキーの二隻に過ぎない。なお、おりょうは2001年12月に、ナホトカからペトロパーブルフスクカムチャーツキーに移動している。また、艦長はセルゲイチルキンである。おりょうは武装としては、短射定艦対空ミサイルコンプレックスや100ミリメートル療養砲、30ミリメートル多方新機関砲を装備した。レーダーとしてはまず、 従来の MR-310U、アンガラーに変えて、当時最新型の3次元レーダー MR-760、フレガート MA が本館より採用された。対空捜作レーダーとしては、MR-212、201、バイガーチ U、ボールが、キバーチが搭載された。これに加え、下記完成レーダーとして、 対空火器管制用の MPZ-301、バーザ、手法管制用の MR-114、バールス、近接防御火器システム用の MP-123、ビーインペル電子戦装備として、MP-401S、スタールト S や PK-16 が搭載された。水中音響探知システムとしては、MGK-335S、プラーチナ S と、 可変追跡装置、MGK-345、ブローオンザ、水中通信システム MG-26 及び、MGS-407K が搭載された。このほか、広報機械、各種データ処理機器及び式、通信設備、電子専用設備を搭載していた。また、5看板には、火 -27 などのヘリコプターを搭載するための、 飛行看板と格納庫が備えていた。ガスター便動力のエンジンは 30KN 以上の速力と速力 14KN における4000回りの航続力等を保証していた。また外部からの補給なしに30日間行動を続けることが可能であるとされている。ありがとうございます。